こんにちは、まゆみです。今日も、パイプオルガンの解説をしていきます。よろしくお願いします。前回申し上げました通り、パイプオルガンの練習ってね、あれうちに持ってる人いないんですよ。だからホールに行って練習するしかないんですね。で、外国はね、教会にあるわけです、あの楽器は。日本はホールにあるのね。で、教会は石造りのドームだから、本当に自然に響くんですけど、日本はホールにありますからね、反響板っていうので、こうその同じようなね、響きを、作るわけですね。人工的にっていうことなんですけど、ある意味ね、で、同じ楽器ってないんですよ。だからそこのホールに行って練習するしかないのね。で、私たちはもちろんお金をお支払いして、ホールをね、楽器だけ借りることできないので、ホールを借り切るしかないでしょ。だからホールを全部借り切って、その料金をお支払いして練習してるわけね。だからすごくね、贅沢なことなんですよ。でもよく考えてみればね、私もピアノを2台所有していますけど、そのメンテナンスやそのお部屋の管理ね、除湿器つけたりとかね、そういうことを考えたら、反響板のある、素敵なホールで弾かせていただけるので、そういう意味でね、それは当然の、出費だとは思っていますけれども、音楽をやるっていうことはね、やっぱりね、お金のかかることではあるんです。情熱、体力、時間、そしてお金がかかることではありますね。確かにね、そこだけはね、やっぱりね、避けては通れないので、しょうがないです。はい、それでね、普通私はね、ピアノを2台持ってますけれども、実はね、持ってません。普通ね、オルガニストの方とか私の友人たちは何を持っているかというと、いわゆる電子オルガンね、エレクトーンみたいな、ああいうものの、もっと巨大なものね、3段鍵盤で足のペダルも、2オクターブ以上あるものとか、そういうものを、使ってお家で練習して、行った先で集中して弾くんですよ。っていうぐらいね、すごく難しくて、高度に頭と体を使うことをやっています。ピアノはね、どこに行っても88件でしょ。だけどパイプオルガンは違うんですよ。だからね、やっぱりね、そういう意味ではすごくね、練習どこで練習するんだろうってすごい大変です。しかも私クリスチャンじゃないから、自分の母体の教会もないんですよね。クリスチャンの方だとそういうところに行って、あそこまでの大オルガンではないにしてもね、もう少し小規模なオルガンがあったりするので、教会で練習させていただけることもあるかもしれないんですけれども、とにかくね、同じオルガンないし、そのオルガンになれるしかないので、ホールに行って練習するしかないんですよ。で、私はもう何も持ってないのでね、ピアノしかないの、一段鍵盤のピアノしか持ってないから、シミュレーション練習をうちでして、頭の中と手をやって、行った先でギュッと集中して、その与えられた1時間なら1時間っていう時間の中で練習するんですよ。そうやってね、頑張ってるんですよ。はい、そんなわけでね、すごくね、そういう部分もね、私も一番不思議なことだったんですよ。だから皆さんにもね、そういうところをお話ししていけたらいいなと思っています。はい、では引き続きチャンネル登録して、次の動画を楽しみにお待ちください。次回の投稿でお会いいたしましょう。ありがとうございました。まゆみでした。